嘘だろ、これ撮ってた方がいいのか。ちょっといいわ。ちょ、天王寺の駅の窓口が閉まるから男踏みない。ちょっと気づいてしまったあることに。ちゃんとその場で確認してるわけですよ。やばい、今日5月、2024年5月の1日なんですよ。僕はね、5月の1日のこの改札のね、天王寺駅の改札の中に入るんですよ。切符が5月2日になってるよ。嘘だろ、もう1日って言ったのに。はぁ、何してくれるんだ、やばいって。今日はね、もう天王寺駅の窓口と対空してて、ちょっと座れるところっつって座ってたんですよ。だから今日寒くないか。で、さっきね、5分くらい前になって気づいたんですよ。あれって思って、もう一回切符確認しようと思って確認したら、今から20分ほど前には僕は切符を買い終えたんですけど、僕がバタバタして、ね、変更ばっか加えちゃってて、ね、おかしくなっちゃいましたね。ちょっとあの人もね、僕が担当してもらった人もね、僕が変な乗車券を頼んだからなっちゃってたの、ね、いろいろ動画の予定もちょっと変わっちゃうわ、これ。マジか。はい。本日は2024年の5月の1日水曜日です。僕は天王寺駅にですね、9時前に来てですね、とあるね、ややこしい切符を購入いたしました。そのややこしい切符の購入のせいか知らないですけど、最後に僕も終わったなと思ったら、ミスが最後の最後で、営業時間ギリギリになってミスを発見して駆け込んだことになります。で、去って走ってたわけですよ。で、まあ何があったかっていうと、まあ乗車券を購入しました。ミスがありました。っていう話なんだけど、でこれがね、まあ、でかかったわけですよ。まあとりあえずね、僕がね、まずここに着いたのが9時前だったんですよ。でそっからその9時前から30分以上かな、それぐらいずっとね、窓口一つ使って待機してました。まずね、こういう切符を購入いたしました。鉄道に詳しい方ならわかると思うんですけど、普通はね、まあこういう、鉄道に詳しい方は分かるんですけど、こういう切符が出来上がるっていうよね。皆さんだと、多分大阪市内から東京都内の切符を多分常に作ってると思うんですよ。JR 使うときって。僕はそれを作らなかったから、相手側のね、思考回路をね、おかしくしてしまったんだと思います。それによりね、ミスが多発。そして僕がね、変更を繰り返したことによるミスの、まあなんか、追加でしょうね。はい。まあそんな感じでね、変なことになってしまいました。まあ、1割向こうが悪いかなと思います。9割全部僕が悪いですよね。9割丸ごと僕が悪いんですけど。まずね、これ学割乗車券なんですけれども、まずね、乗車券の購入で、大阪市内から、東京駅までお願いしますっていう言い方をしたんですよ。普通であればね、多分、それだとね、大体の人が確かに大阪市内から東京都内の切符を作ると思います。で、経由がっていう言い方をしたんですよ。で、横浜まで東海道線で、そこから湘南新宿ラインで赤羽に抜けたいですって言って、みたいな感じになって、もう東京都内でどうせまとまるんだろうと思って、多分適当に聞いてたんじゃないかなと個人的には思います。一応メモを取ろうとしてましたよね。で、その後日暮里に抜けていただいて、はいみたいな。最後日暮里ですかみたいな感じでちょっと諦めかけてたんですけど、その人。これはまずいと後で思ったんですかね。で、日暮里から常磐線で、って最終的な目的地どこですかって言われて、あ、東京駅ですって言ったんですけど、みたいな感じになっちゃって。そう。で、そこから格闘が始まりました。30分かかった理由はこれでございます、まずは。まあ、正直20数分ですけど、これに関しては。で、まあ、で、最後に、まあ、日付言うの忘れてた。5月1日ですって言って、5月1日の大阪市内から東京都内ではなく、東京までの切符が出来上がりました。で、クレジットで支払いました。あることに気づきました。7830円。おかしいなと思って。これ往復じゃねえっていうことに気づきました。僕がね、学割乗車券を最初片道に丸くってて、片道に20銭引いて、往復に丸つけて提出したからか知らないんですけど、クレジットで支払った時に、7830円で安くねえかと思って、気づけばよかったんですけど、支払った後に気づいたんですよ。これ往復じゃないっつって。で、作り直してもらいました。で、それと並行して、僕はサンライズ号っていう、まあ大阪から東京まで移動するやつなんですけど、それを、まあ特急券、期間を大阪から東京にしてたんですよ。なので、横浜にこれ変えていただけますかっていう変更願いを出したんですよ。で、サンライズ号っていうのは5月の2日の利用になってて、で、その後にこの乗車券のことに気づいて変更を加えました。それによりですね、相手側もですね、もう思考がおかしくなっちゃってて、ただでさえおかしい乗車券なのに、サンライズの変更をかけられて、で、もうなんかおかしくなっちゃって、5月2日になってたんですよね、多分。で、片道上、サンライズの変更、まあ、乗車券一旦作る、サンライズの変更してもらう、往復乗車券に変えてもらう、で、すべてを終わらせたはずだったんですけれども、最後に気づきました。5分前に気づきました、もう一回見直したら。これ5月2日からじゃねえかーつってダッシュで走ったわけです。ちなみに、これ経由最初取っときゃよかったな、僕もおかしいと思ったんですよ。
これ三河島って最初なってなかったから、これどうやって通ってたのかなっていう東海道、確か東海道常磐武蔵野総武線だったんで、だ行けないことはなかったと思うんですけど、これでもちょっとなんかわかんないんだよね。そう、僕は言ったって渋谷新宿に用事があるんだよ。新宿には正直用事はないかもしれないけど、渋谷に用事があるんだよ。だからこれ通れなかったら最悪なんだよね多分ね。あの改札機自体は入らないんじゃないかなこれ。もうこれがねまたね、あの最近いろいろあるんですよ。またあのね、僕も対応してもらった人もそうなんですけど、 GR の人すべてがあのルールを理解しているわけではないので、こういう切符を見せた時にこれは使えませんって言われる可能性があるんですよ。普通に考えたらなんかおかしいなっていうのはわかるはずなんですけど、あのやっぱ忙しいからさ、で明日平日なのよ、平日の朝に行くことになってて、もうこれ通らなかったら終わりなんですよ。なんか僕も多分態度悪くなっちゃうかもしれないんですよね、相手がもしそんなひどい態度って言ったら。それはね嫌だったりする。揉めたくないからさ、この切符もちょっといけんのかなっていう、ほんと心配、うん。とりあえずサンライズに乗れることは できるよね。5月2日だよね、3日じゃないよねあれ。もう本当に最後それだけ確認したことやった。もうあ、よかったよかった、2日の0時33分サンライズセットだ、よかった。もう、まあ、そういうことでね、もうベラベラ喋っててもう充電も失礼飛んでってるんだけど、そう本当は撮りたい動画があったんだけどちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった、まあ、とりあえずねこんな感じの切符を作ったせいで、作る感じになったせいでおかしくなりました、最後にねまた訳が分かんなくなったと思うんで、まあミスの内容等をね簡単に言いたいと思います。乗車券を買いに行ったけど経由地がおかしくて、その人はまず簡単に対応できませんでした。そのため時間がかかりました。でせっかく作っていただいた切符がまさかの片道乗車券、僕は往復で購入したかったけど片道乗車券でした。そしてサンライズ号の変更が加わったことにより、5月2日のサンライズ号の変更が加わったことにより5月1日の利用ではなく、間違えて5月2日に設定されていたということになります。僕も経由地だけ心配してたんで、経由地にも注意取られてて、あの最終的に気づくことができませんでした。で最後にミスはないかということに気づき、あの探すミスを探し始めたら、まあ、重大な5月2日からの利用になっていて、5月1日に利用できないということが分かりました。で2分前に駆け込んで、まあ、なんか地味になんか経由とかも変更されてるけど今に至るといった感じでございます。本当に大変でした、マジで疲れました。この後いろんな動画を作りたいし、快活クラブで時間を潰す予定だったんですけども、マジで疲れましたといった感じでベラベラ喋ってしまい申し訳ございません。ゴールデンウィークは1日だけ東京で楽しみたいと思います。そんな感じで動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。